回のコスプレメイクができるまで。はい、バトン会です。小林ひろゆきです。デブライ松井です。バトン山下です。お願いします。さあ、今回は前回に引き続きという形で改めて何のコスプレメイクでしょうか。そうですね、私のミシンが壊れてはい、はい、もう取り返しのつかないことになってしまいそんな言い方するの？取り返しのもう買えるお金もなくどうしようと。そうなんですよ、どうしようってなって、じゃあ衣装作る配信をしようって言って、まあ、衣装が作れないと帰れないよっていう企画をね、やりましたね。長丁場でした。長丁場でしたね。7時間かけて、ね、でもまあ1着作ったって考えたら、ね、うん、時間が ね、すごいよ。無事衣装が完成しましたので、はい、今週は、衣装じゃないメイク配信をやっていきたいと思います、はいはい、というわけで魔法少女まどかマギカのさくら京子ちゃんのコスプレメイクスタート。ネットをかぶってカラコンをしていきたいと思います。はい、出来上がりましたね。ね、出来ました。7時間か。普段衣装作らないからすげえ1日でできんだと思っちゃった。そう、なんか意外と手伝ってもらったりしたから、なんか本当そう思ったよりスムーズに終わったので、あのなんかちょっと調子に乗っちゃうよね。なんか次もいけるなみたいな。次18時間かかって帰れないよ。帰れなかった。はい、ガラコン入れていきます。今日はテティアのガーネットってやつを使います。テティアのガーネット、ちょっと暗めのやつですね。そうですね。うん、すごい落ち着いた赤。うん、本当だ。赤だってのははっきり分かるけども、色がいいですね。そんなにね、真っ赤って感じじゃないからね。衣装と同じくらいの色って感じがする。はい、両目を入れました、うん、で、カラコン入れましたので、顔を引っ張っていきたいと思います。ダイソーとか100均でも買えるサージカルテープを使います。はい、マツキ用のプラスチックテープを使います。で、これを貼る前にこのピュアバリアってやつで肌を保護しています。もう今日は塗ってあるので貼っていきたいと思います。まあそんなに引っ張らなくてはいいと思うんですけど、うん、ある程度シュッとしてないと後で悲しくなるので、自分が後で見返した時に後悔するんで、悲しい世界を避けたいね。うん、まあ、だってほんと京子ちゃんやってた頃って多分顔引っ張ってないんじゃないかな。あ、新技術だったのか。その時ざっくり10年ぐらい。そうだね、そうですね。2011年にまどまぎやって、その頃作ってた、やってたから。最初ははい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 、トレンドがあるんだね、やっぱね。もうね、日々技術はね。そうだね。なんか最近、ほんとつい最近話題になってたのは、なんかそのナチュラルメイクが流行りすぎてて、なんかナチュラルメイクなんて元がいいやつしか似合わないんだけどなっていう。元がいいやつが、まあね、マウントを取る時代、悲しいな、言い方としては。しそれを真似てもさ、結局ブスしか生まれない悲しい時代になっていくからさ、みんなは自分の顔を理解してちゃんと自分の顔と向き合って、私はここのこのぐらい描かなきゃダメだなっていうのを理解しないとダメだと思う。加工の凄さなのかな、それは。加工もね、いいよ、どうせどうせっていうところ。いやでも加工もね、やっぱちゃんとしないとダメよ、うん、加工でもどうにもならないことあるんだから。あ、どうしたってブスだ、無理だ。お手上げのブスあるの？あるよ。まだサジ投げないでよ。あるある。だからさ、やっぱさ、ほら加工あるしみたいな気持ちになるじゃん、こっちも。だからたまに手抜くと、いやダメだ、どうにもならないブスだって落ち込むから、よくないのよ。まあでも本当、自分が好きなのやったらいいと思うんですけどね。自分に似合うブスはもう向き合った方がいいと思う。忘れちゃいけない、それは。戒めとしてね、自分がダメージがあって、ずっと解散がされてた。ずっと俺はなぜか来れてるやん。私は自分への戒めとして言ってる。でもブスブス言い過ぎてもブスになっちゃうから、あんまり言わないようにはしてるけど、言霊がね。そうそうそう、漏れるブスだと思って、素材のいいブスだから。というわけで、上とやっぱ耳の後ろも顎のラインですね、ここも引っ張っちゃいました。目元をちょっと釣り気味に上に引っ張ってます。こんな感じです。ベースメイクをしていきます。ダイソーで買える BB クリームオークルファンデーションです。これを適量手に出して顔に広げていきます。はい、いやでもね、マジで新作ほんとさ、8年待ちましたからね。そうですよね。もうほんとね、あのもう全てですよ、私の魔法少女マドカマギカ。河合さんというぐらいの気持ちはあったから。そう、キングオブプリズムに出会ったことによって、はい、なんかそれが覆されてしまったんだけど、うん、キンプリに出会う前まで
は一番多く見た映画は窓マギだったから、なんかも同じ映画を見るっていうのは窓マギが初めてでしたからね。数えるのをやめたみたいな。窓マギはでも数えてた。13回。いや当時確かに13回で言った時はすごい見てるなって思ったんですけど、まあキンプリを経験してちょっとね、我々が数えてないから、キングオブエズムに出会ったことによって13回はもう2日ぐらいの数字になってしまった。2日目ぐらいの数字になってしまった。だってさ、2連続3連続1日中映画館でいて同じ映画見るってことないでしょ。普通に生きてたことないミスだよと。笑いバージョン何やってんすか、1日4回みたいなね。毎回寝てたんかって言われるもんね。違うのよ、2回見てね、もう1回あ、一番席いやもう最速上映で見て初日にさ何回見るんだったらまだ分かるけど、そうじゃなくてよしじゃあ来週遊館行こうみたいなね。テーマパークなんだって。テーマパークだったね。乗りたまにディズニーでもさ、なんかのアトラクションがすごい好きで一日何回も乗るみたいな人いるわよ。しかも子供の頃なんかジェットコースター降りてもっかい乗るみたいなのがありますよ。はい、全体に広げましたので、ダイソーで買えるユアグラムのコンシーラーですね、はい、の2番を、アラを隠していきたいと思います。いや、そう、最速上映っていうのを見たのも窓マギが初めてだし、新編の時さ、うん、都内でさ、そう宿まで撮ってさ、その最速見た、あとそのちゃんと寝れるように友達と宿撮って、はい、最速見てそっちに帰るっていうのだったけど、もうずっとみんな更新食らっちゃって、そうね、あの時の最速とか、うん、そうか、やばかった。12時過ぎ、2時ぐらいに終わって、もうみんな無言で、映画館で無言で、本当お通夜だった。あの終わり方だもんな、本当にね。それで夜中放映出されるんだもんね、外に。そう、であの時だから何にもないし、最速だから小村ちゃんの缶バッジたくさんつけたカバン持った男の人がこうやってかっこいい。ああそうなるよ、床に座り込んで、あんな終わり方する思わなかった。めちゃくちゃ落ち込んでるめちゃくちゃ落ち込んでたけど、わかるって思いました、ね、はい、アラをカットしましたので、キャンドゥで買えるパウダーファンデーションピンクオークルで土台をきれいに完成させていきます。ずっとさ、ジャンプしか読んでこなかったんですよ、それまで。割とジャンプっ子だったんですよ。過去を振り返ってるからさ、なんか今なんかいにしえの話ばかりでしたけどさ、まあ、10年前振り返ったらもっと前も振り返っちゃう。ね、プレイヤーって昔さ、その、 あの名刺を配る文化があったんですけど、あれだってそんなないの、あれって今もう皆無だよ。あ、そうなんだ、うん、だってデータでじゃないの、最悪というか。いやもうツイッターで、ね、うん、名刺をね配るっていう文化があって、そこになんかまあ表にその名前とその写真登録してるところのサイトの番号みたいなの書いてあって、で裏面とかにその次行くイベントの予定とか、あの自分がハマってるジャンルとかを書いたりするわけ。あ、その時その時で書き足せる部分があるか、そういう。そう。で自分がやってコスプレのジャンルとか書くと書いたりとかするのよ、結構。そこにはもうほとんど私はもうあのウィークリージャンプの WJ しか書かなかったぐらい。WJ しか書かなかった。WJ 逆漫画日和みたいな。それが来るのが。はい、こんな感じで土台を完成させましたので、アイメイクをしていきたいと思います。ダイソーで買えるユアグラムのリキッドアイライナーですね。これで、はい、アイラインを引いていきますが、私の二重の幅ぐらいまではもう塗っちゃいます、うん。私はちょっとオーガニック素材に対応していないので。で、ちょっと目尻は上げ気味で描いていきたいと思います。だ当時流行ってたさ、その春日とかも見てなかったし、やっぱそう流行ってたけどね、女の子の中でね、ラキスタとかも流行ってたけど、やっぱそう女の子が出てくるものにあんま興味なかったから、でかっこいい女の子が好きだったの、強い、かっこよくて強い女の子が好きだったんだけど、女の子だけがわちゃわちゃしてるアニメにそんなに興味がなくて、だから そうだと思ってたんだよね、窓マギも。ああ、まあ最初のねキャラクターデザイン、タイトル、そうそうそう、あの時はもうそう萌えの時だったそうそうそう、どっちが言っても可愛らしい。はい、こんな感じで二重のラインぐらいまで塗って、目尻はちょっと上げ気味で、目頭も目を開けた時に自然になるように塗ってます。ダイソーで買えるのびるアイテープってやつですね。こうまぶたのとこに貼って、二重をもう一回作ります。インコ二重を作っていきます。でもさ、窓マギ見たらさ、もう全部変わるじゃん。こんな可愛い女の子たちがこんなに頑張って、こんな傷ついて、なぜだみたいな。もうそこからもう私の人生はもう
ものすごい変わったので、はあはあはあ、もう一人で秋葉に行き、はい、グッズを買いあさり、本当一気にちょっと好きなのか、一気に、秋葉なんか行ったことなかったのに、はあうんうんうん、やっぱね、女子は池袋ですから、そうだね、秋葉行かないんですよ、あんまり、はいうんうん、でも秋葉にしかむしろ逆に窓まぎのグッズとかなかったから、うんうんうん、くじとかも充実してるのも秋葉だったから、うんうん、あの時はまだそうね、そうそうそう、うん、今はね、どこでも割とさ、買えるけど、うんうん、僕は秋葉、女は池袋みたいな住み分けだね、感じやったから、ね、そう池袋さえ入館あったもん、乙女ロードというね、なんかあるらしいぞと、うん、なんか最近どんどんそういう女性向けオタクみたいな感じになってるっぽいとは違ったんだよね、ねここら辺か中野とかもなんとなく、ねね、とりあえずこんな感じで二重を作ってみました。前とか足らないところはダイソーで買えるユアグラムのイキッドアイブローで描き足していきます。そっからなんか女の子がいっぱい出てるアニメもなんか食わず嫌いせずに見ようって思って読んだ。ああ面白かった。もうこの少女ものなんかマジでハマんなかっただろうな、まとまじ見なかったら、はいはい、プリパラも見てたかわかんないな、プリパラとかプリパシリーズも、まつげをつけていきたいと思います。上まつげ と下もつけます。はい、いきます。もっとすげえ食わず嫌いしてたと思うよ、マジでまとまぎ見てなかったら、多分ほんと何にも見てないんじゃないかな、女の子ばっかのものって、基本のジャンプ系メイン少年漫画系とかのジャンキンとかは好きだから通り部屋見たと思うんだけど、ジャンキンなんでアニメ化しないんだろう絶対ウマ娘とかやんなかっただろうし、そうね、それは間違いないですね、そうだね、メイクアップガールズも見てたかわかんないし、アイドル系かな、アイドル系ね、行かない、アイドル系時代の方にもなんだけどね、アイドルもね、はい、こんな感じで上のまつげと下もつけました。ちょっとこの辺とかをラインで埋めていきたいと思います。さっき使ったリキッドアイライナーですね、こんな感じですかね、うん、はい、キャンドゥで買えるアイシャドウベリーラテの濃いやつをここに塗って、ピンクをここに入れて、薄いのと濃いのでここに立体感をつけていきたいと思います。はい、この前まどまぎのその10周年記念イベントみたいなのやっててさ、いやー好きーってなったそこで発表され、そこで発表された、そうあったらいいなって思ってたけど、その途中でそのお知らせがガンガンガンって来た時に、はい、こちらの映像をご覧くださいって言って、はい、うー来るかなと思ったらマギアレコードのアニメの話にされて、うーそっちかーってなって、まあ、それで、まあね、そう、ね、そっちかーってなって、まあそっかってなって、はい、もうなんかその窓かマギカという世界が続くならまあ、はい、いいよって、はい思ってたら、本当じゃあ最後に一言皆さんお願いしますってなった時にバーンって照明落ちて始まるっていう、カシャンって変わったんだけど、最高だね、最高でしたよ、もう一度送るって思わせといて、そうじゃないけどガンガンしてないけど、さらに上が来たと、こんな感じでシャドウを入れました。片目がすごい、片目が立体的になったところで、うん、もう片目をやろうと思います。両目が終わりましたので帰ってまいりました。眉毛を描きます。キャンドゥで買えるオートマチックアイブロウペンシル、ちょっと強気な感じかな、うん、でもあんま強くなりすぎるとちょっと可愛くないので可愛げも残しつつって感じで描いていきます。なんかそのまどまぎのさイベントでさ、うん、なんかそのファンが選ぶさそのランキングみたいな、うん、名場面ランキングみたいな、はいはいはい、やっぱその10周年だから一応そのアニメのことしかやらないの、やっぱその映画のことは一切やらない、新編についてはからの10周年、そう、うん、ほんと新編のことはそんな何もなく、うん、そのテレビアニメ中心で好きなシーンとかの投票とかもあって、うん、1位はねやっぱね京子たんだったんですよ。一人ぼっちは寂しいもんななんですけど、はい、いやそうだよねって、こんな感じで眉毛を描きました。いやだいぶキリッとしましたね。これで描いてダイソーのアイブローコートでコーティングをして、100均じゃないんですけどキャンメイクのアイシャドウの赤いやつを使ってちょっと色を入れました。で鼻を小さくしていきたいと思います。さっき目に貼った、アイテープを逆にして使っていきます。分かりやすいように大きいテープでやります。まずキュッとしたい鼻の外側に貼ります。で反対側の鼻の穴の中に貼ります。
そうするとキュッとなりまして、これをこれでやります。片っぽ小さくしました。はい、はい、鼻がちょっとキュッとなりましたね。でちょっとチークを入れようかなと思います。はい、キャンドゥで買えるアニマルチークピーチです。これをここに塗っていきます。はい、チークを入れましたので、キャンドゥで買えるカラーリップパレット1番のこの辺で口を塗っていきたいと思います。窓まゆってでも面白いよな。何で面白いっすよ。なんかアニメ見てこんな考えたの初めてかもってぐらい考えたかも。10話見て、10話ってあの小村ちゃんの過去編なんだけど、あそこ見てからのもう一回1話見た時の衝撃とか、そうね、全部ね、全部ようやく分かってくるから楽しいよね、これ。楽しい、あ、こういう見方すんだアニメってって思った全部繋がってるもん、うん、アニメ楽しいってなった繰り返し見て楽しいってこういうことなんだって、全然違うじゃんって、ね、唇を塗ってちょっとその形もファンデーションで整えまして、顎を小さく見せたいのでキャンドゥで買える小顔パレットをちょっとここの顎の部分茶色いのを塗ってちょっとでも短く見えたらいいなと思います。窓ガニに出会ってすごいなんかキャラクターのことを考えるようになった。あのまどかが最後にさ、そのほむらちゃんにお願いって、うん、ほむらちゃんを助けるときに使うサグリフシードがさやかちゃんのだったとかもさ、え、なんでわかるんって思ったら、そのマークがさやかちゃんのだからとかさ、いろいろそういうさグリフシードに、え、グリフシードも柄違うのみたいなさもう超細け、超細けとこまでさすごいやってくれるから、うん、もうなんか考えようみたいな、見ろみたいな。はい、ちょっと顎を、はい、顎に茶色いのを塗ったのでこれで、完成です。今回も、ビッグショップメープル池袋店さんにご協力をいただいております。ありがとうございます。今回使った元のビッグは YouTube の概要欄の方に載っておりますので、そちらをチェックしていただければと思います。ストレートのロングのビッグなんですけど、はいはい、本当それを1個で今回は作っております。ロング1個で作ったんですね、うんうんうん、ロング1個を、まあ、そんなに高くない位置で言って1個に言っております。その言ったのをクリップ、100均とかでも買えるんですけど、パンツとかについてるクリップですね、それをこう挟んであげて、挟んだところをこう上からかぶしてあげるとふんわりとしたポニーテールが出来上がる仕組みとなっております。この漫画っぽい感じのね、そうね、ふんわりふんわりポニーテール、ね、結構前に紹介した技ですね、確か。そう、あのビッグショップメープルの店長さんにね教えてもらった技で、上でこうカポッてして、その上からこう髪をかけてあげて、で、あとはそのちょっと上の部分ですね、切ってあげて、ひょこたのぴょんぴょんっていうところはぴょんぴょんってなるように切ってあげてセットしてあります。はい、前の方の毛は本当事前に結ぶ前にこのぐらいまで取っておこうっていうところまで取っておいてあって、うん、セットしてあります。うん、前髪な感じで、ひょこたのあんまりちょっとなんかこの辺モリモリってしちゃうと、ちょっとこのイクだとちょっとこうハゲ部分がちょっと見えちゃうので、あんまりちょっとこうモリモリって感じにはしないで、ちょっとふんわりな感じでアイロンでちょっと型をつけてあげました。なるほど、こんな感じですかね。じゃあこれをねかぶっていきたいと思いますが、こちらですね、後ほど後日ですね、はい、1点限定でビッグショップメープル池袋店さんにて販売されます。やったー、店舗買いに行けないよ、もっと他のキャラもやりたいよ、でも自分じゃビッグセットができないよっていうそこのあなた、どうも、なになに、ごめんなさい、ぐらい松井ですそういった方にはですね、こちらビッグショップメープル池袋店さんではビッグの加工サービス行っております。なにそれ。いや、しかもね、店まで行って書類にめちゃめちゃ書いて相談してってことはないんですよ。DM を送ればご相談に乗ってくるというお手軽簡単にご相談からいた、使えるというわけでございます。ぜひね、あなたがやりたいキャラクターあったら、ビッグショップメープル池袋店さんのツイッターアカウントに、ね、DM 送ってみてはいかがでしょうか。相談だけでもいいんですか。相談からでもいいんですよ。それだけでももう勝ち。
ありでございますから、皆さんもぜひともご利用ください。出来はとんでもない神クラスです。とんでもねえっすよ、ほんとに。うっかりキングオブプリズムになっちゃったからさ、もう多分マドマギの印象私にないと思うんだけどさ。ああ、まあ、でも、やっぱ最初、そうね、前からの付き合いだとね、今見てくれてる人にどんだけ印象があるかもね。LINE のアイコンもね、私ずっと京子担当さやかちゃんなんですよ。長いよね。嬉しい、なんか本当あのいにしえの時代からちゃんとなんかちょっとバージョンアップされた京子さんができて嬉しい。顔を引っ張ることも知らない頃の私からの。そうか、10年の時を経て帰ってきた。戦えるかな。いや、まずカラコンがちげえもん。あ、確かに、うん、赤なんて一色しかねえもん。赤、確かにそういう話よ。こんなに選べるんだってぐらいあるもんね、うん、はい、というわけで完成です。さあ、じゃあ先週作った衣装も全身見ていきましょうね。そうはならないよ。こんな感じで全部作りましたよ。先週作ったやつですよ、これが。ねえ、どうですか、このあの作るとこからやってた感じ。全部見て、ね、そうなんです。全部見ていただいたぞと。こういう企画みたいなのどうでしょうと。毎週月曜日ですね、18時頃からコスプレメイクの生配信をやっております。はい、ちょっとね、その私のミシンがちょっとぶっ壊れてる関係で、ちょっと、来週もまたちょっと分かんないんですけど、また衣装作るってなった場合は、ちょっと早めの時間から長めにやるかなという、そうかなっていう感じで、今週もありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。